小倉優先にやってまいりました。小倉さん、今日は一日お願いします。そんな撮影なんかしないでやるよ。いやー、この姿のオグペンの里に俺も来ることができたんで。やったね。いや、これすごいシステムですね。こういうことだったんだなっていう、あの小倉優先の今日のラインナップです。今日ね、今スリコさんが乗り込む前に来てて、はい、それで70分が取りましたね。最高だね。うー、最高だね。やった。ナイスバイト。いいサイズ。やば、超いいサイズ来た。クラウン、うー、ありがとうね。ナイスサイズ来ました。やった、グッバイ、ありがとう。イエーイ。ちょっと教えてください。ちょっと映えるブラッシュボーンでいきましょう。お願いします。今ね、風が今、はい、北風で押されてるんで、あのこのパラシュートアンカーを入れて、今水深が1メーターちょっとですね、はい、超激浅のところに餌食いに入ってきてるって言いますね。ちょっとここ近日中のあの、うん、アクションが何かこういう感じじゃないかっていうのを聞いたんですけど。そう、先々週からすごくこう、はい、語り出して、はい、こう普通にこういう緩いドッグウォークだと、はい、ミニクルだけで、はい、
こうバイトまでも行かないんで、そんなにスライドしなくていいから、はい、ちょっとこうシャ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 って逃げる感じのやつでこうやると、ちょっとスピーディーな首振りで、ちょっといつもより若干こうスピーディーにこうジョン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 ってやる感じでやると出てきますね。普通のいわゆるよく言われてるゆっくりのピターンピターンっていうよりはタッ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 タっていう、チャチャチャっていうやつに追っかけてきて、でちょっとモラとかなんか気配があったらちょっとスピードダウンしてちょっと食わせのアクションに入るみたいな。探って探ってこの広大なエリアから、そうそうそう、あ、魚着いたなってなったら、そっから食わせのアクション。結構今水が澄んできてるから、はい、ルアーの近辺にちょっと黒い影であったりとか茶色い影が見えるんで、はい、そしたらこういう感じですね。了解です。了解です。お願いします。楽しみましょう。はい。ボラも跳ねてるし。うん。動きありますね。ちょっとそちらのレーン流しちゃった、はい、こちらの触ってない広大ながらもやっぱりこういうなんていうんですかね、そうですね、風でこう流していくんで、はい、このレーンをちょっと変えてまた流していくといいですよね、はい、うん、絶対当たるところがあるんでね、闇雲にやるわけじゃないんですね、その闇雲じゃないです、このシャロンの中でも深い溝とかいろいろあるんですけど、はい、僕は逆にこの深くなってる溝とかそういうのを狙わないで、はいはい、浅いところに入ってきてるやつを、食い気のあるやつを狙っちゃうんで、これから餌探して食うぞっていうやつにビッグペンシルを当ててくっていう、はい、本当にシャローでうろちょろしてるやつだから1メートルちょっとぐらいの水深の方がいいんですよね、だからこの船なんですよ、なるほどですね、これ40センチまで入れるんで、はい、水深普通のちょっと船だとなかなか入れない水深、そうですね、プロペラぶつけちゃったりカキ殻とかもすごいんで、ああだからなんですね、牛久仕様ですからね、牛久沼ここは現代の牛久沼ですね、牛久のシャローを釣るのと一緒の、はい、広大で何にもないところをただ棚流ししてるわけじゃなくて、そうなんですよ、牛久でもだって小倉さんかなり研ぎ澄まされた、牛久でもかなり浅いとこ入ってきますけど、やっぱ元々が僕シャローマンなんで、はい、深いところの釣りってあんまりめんどくさいですよね、シャローの入ってきてやっぱ活性が高いやつの方が断然トップで釣りやすいんで、やっぱこうビッグペンシルの釣りってそのこの城パターンっていうぐらいで、そのこの城の真っ赤っかに魚体に映った塊の上に船を置いてそれで誘い出すって印象だったんですけども、全く狙いが違うんだなっていうのがまずびっくりで、まあ、この水深だと まず魚探にベイトが映るとかはないんで、はい、もう立てちゃうぐらいの水深ですもんね、はい、ここも結局鳥山も立たないですし、ベイトが別にピシャピシャやってるわけでもないんですけど、でもやっぱりシャローでうろついてる餌探してるやつ、あ、そういうのに当てていってたんですね、で僕の釣果のやつ写真とか見てもらうと分かるんですけど、はい、全部太ってますブックブクに餌食いすぎですよね、シャローで食いまくってるやつなんですよ、うん、あんまねガリガリのやつってそんなに釣れないですけど、はい、本当にブクブクで、よっしゃもうちょっとしたら産卵向かっちゃうよみたいな、はい、そういうイメージも、ね、じゃあちょっと俺も小倉さんにアクションのコツを聞きながら釣りをスタートしてみたいと思います、やりましょう、はい、お願いします、タイプ2もいい動きだな、でも一見そんな言うほど浮き角も変わった、あ、でも針つけないでその角度ってことはケツのフックつけたらもうちょっとお尻が入る感じな、そっかそっか、お尻フックなしで、おり自体が違うんで、はそうなんですね、違う、位置も違うんですね、頭もちょっと丸まってますか、頭ちょい太です、ちょい太ですよね、早くタイプ2発売開始してくんないかな、ちょっと住み分けがね、はい、ブラッシュから伝説のというか伝説になるであろう、あ、これがタイプ2、頭がちょっと太くなっていて、ね、後方重心気味でちょっと重いですかね、こっちの重い、今手で持った感じもなんか少し重いのかなっていう、3グラム違う、3グラム入ってる重りが、はい、
これがタイプ2。あ、ちょっとピンスポネチネチ系の従来の、はい、スケーティングっていうよりはウォーキングザドッグに寄せた調整。あ、頭での飛沫も確かに上げやすいし、タイプ2出してくださいよ小倉さん。小倉さん一人だけこれずるいですよ。はい、タイプ2従来のペンがやっぱスケーティングツイーツイーって伸びる、はい、あ、全然違いますね。威勢いいですねこれ。でも今年のこの、うん、例のこの感じの釣れ方には、はい、即席で作ったからね。はい、あ、最初に俺アロンアルファ作ってから乗ったんですけど、はい、アロン乾いてなかったんで、はい、あーまだらんなっちゃった。このそれがまた即席でワンオフ。小倉さんマジここのグリグリ装置だけなんかもう作っちゃえばいいんじゃないですか。うん、なんか電動工具とかでグリグリできる頭さえできちゃえば、小倉さんしか開発できないですよね多分。もうこの感じってのがやっぱあると思うんで、グリグリジグをそれ行って戻ってるじゃないですか、はい、これができるジグってなかなか作れないね、これ多分一歩方向に行くだけだったら作れる。あーすっごい手こんとんでもないなこれ。帰り出してますか。おしょーだ。でもゾーンに入ってきたね。いやちょっと今の食ってよ。ゾーンに入ってきたね。入ったね。俺も終わったもんな。今の若かってよ。第一クロスピンク。今の最高じゃない、目の前に。今のコースで。ね、うわっしゃー乗ったー乗ったー、オグペン神、オグペン神、オグペン神すげえ。引きなび、引きなび入りまーす。はい。オグペン。神だな、これ。ほんと神だよね。この曲がり。この曲がり来たー。最高だね。最高のバイトがこれがオグペン。これが見えない、これがオグペンだ。すげえ。このねビシャビシャがいいのよ。はまんないっすね。はまんないのよ。この引っ掛けられがグッてやった。でっかでっか。いや、レギュラーサイズですよ。いや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 、すごいいい入れ方した。ぶっとい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 ね。まだ行く。よしよしよし。これがオグペンゲームですね。これいいっすよ、あの、カハラジャパンの、はい、掴むやつ。あ、それ、すごいホールド力ありますよね。ホールド力はそんなないんですよ。はい。あの、なんか、潰しちゃうとかそういうのないんで。はい、あ、まあ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 。ゆるいんすよね。全然でも、ボガより優しい感じ。うわ、いいとこかかってる。いいとこかかってるね。いいとこかかってる。いいね。よっしゃー。オグペン神。オグペン神来た。イエーイ長い。どうすか。
ちょっとすごいな。これ、どうすか。小倉優先半端じゃない。半端じゃないね。いやー、釣り子さんの横取りしちゃった感じ。いや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 、全然。もう、この、腹太いなー。これ、いいシーバスっすね。うわ、ちょっと、脱粉症入ります。脱粉半端じゃないです。いやー。うわー。食えてるやつっすよ、これ。ね。完全にこんな真っ昼間のこんな土砂漏で、クラウン来ました。オフペンやっぱすごいなぁ。このサイズ、どうすか？いや、鈴木です。鈴木っすよね。これ鈴木。やったー。これ、出た。神すぎる。すごい。いやでも最近のあのコノボラカラーの活躍はコノボラやばいですよね。すごいっすね。コノボラやばい。なんかほんとね、コノボラにするとでかいのがドーンって、すごいなっていう。シャローでやっぱ見てんのかもしんないんですよね。はい、こういう頭だとああいうリアルカラーが、そうなんですよ。でベイトがいないんで、はい、ああいうカラーの方がいいのかな。なるほどですね。昨日も朝、ローライトはほら、こっちのブラッシュボーン。はい。そうですね。みゆ姉さん、あの、見返してみたら、うん、姉さんも俺も、朝はブラッシュボーンだったんだな。そうそう、すごい、ね。すごい朝一の、あの、みゆ姉さんアクションにだけ。ブラッシュするでしょ。うん。怖いんだよね、あれが。でもお店で聞いた、そのなんか、一頭の中にこう、ストーリーを持たせるっていう、あの、なんか、最初こういう感じで、途中こうして最後仕上げはこうしてる、はいはいはい、だってそれの究極系があの船際で待って待って食わせるパターンだ。竿先に着くまでこのチャンスあるから、はい、あの小倉優勢の竿先までちゃんと気を抜かずに。わかりました。気を抜いてた方がいいんだけど、あ、はい、さっきは出すなという感じで、そうそうそう、あんまり見ちゃうと、はい、あの出た時にびっくり合わせしちゃう、はい。やっぱびっくり合わせはダメですよね。ダメダメダメ。はい、合わせなければ、はい、ね、二度三度ってバイトしてくれるから。重さ感じるまで、そうそうそう。一定の。あ、ただ、誤爆した瞬間って止めた方がいいんですか？そのままアクション。俺は動かし続けます。動かし続ける。多分、うん、まあ、でかいのが単独のやつが多いんですけど、はい、70、80クラスだと2匹、3匹っているんで、はい、他のが、あ、こいつ食いそびれた、おっしゃーって逆にすごくスイッチ入る。あー、俺が食うって誘発させるつもりが、はい。そのためには誤爆したら動かし続ける。誤爆しても動かし続ける方が、はい、いいような気がします、ね。買って使った人だけがこの分かる、あ、いやあ、そっかーっていうこの感じ。そうですね。うん。ウッドならではのっていう。なんだろうね、何の変哲もないんだけど、はい。でかいの釣れるよね。いや、俺ブラッシュボーンマジほんと80アップしか釣ってないんで。ああ、すごいね。こっちのカラーは結構フッコサイズもかかっちゃったりっていうのはあったんですけど、ブラッシュボーン、ほんとあれで釣れると全部80センチ超えてくるから、怖くて投げらんないですよね。70釣れちゃうと、あ、これ70も釣れたるわになっちゃうんで、今だとまだ釣れたら80アップ。そうですね。3本目いくかもしれないですよ。今日こっちで1匹もし釣れたら、毎回80アップは釣れてるんで、すごいですね。それ今年の東京湾だとなかなかそれ大変なことだと思うんだけど、夜は釣れてますけど、あ、そうなんですか。日中のこの手の釣りがそんなに機能してないような印象があって、昼間に、この昼間にこの土砂漏で、はあ、いねえんじゃねえか、うん、食わねえんじゃねえかっていう人がね、だって周囲見渡しても一滴もいないですもんね。あ、いないです、いつも、うん、でも人気のポイントは自分もエンジンの船とかで行ったりしますけど、はいはいはい、もう今の、うん、平日でも10隻ぐらいはやってますからね。でっかいルアーみんな放ってますから。でも、そんなに当たるところもあるだろうけど、結構苦戦してる
船宿が多いんじゃないかなって勝手な印象ですけど。今年はほんと鳥山がなくて。鳥山ないっすね。鳥山があれば、こっからちょっと沖にまで行ったりとかもしてたんですけど、ね、はい、去年は。全くないじゃ全くないんで、もう本当に腹決めてシャロー完全に攻略してやろうっていうことで。昨日先輩とも話してたんですけど、うん、これは良さそうだなって鳥山に当てに行っても、なんか。盛り上がりがないっすね。はい。釣れないっすよね。うん。うん、あれ、偽鳥山だってのが本当多くて。そうそう、だから、なんかもう、シャローで本当食い気で、はい、あの、入ってきてるやつ。はい。まあ、そんなに数はいないでしょうけど、はい、それ狙っちゃった方がでかいの一発ポンみたいな。でもこのエリアも俺昔好きでやったりしてましたけど、うん、普通のルアー投げてると本当40センチ50センチが釣れるエリアなんで、 それをこのルアーのサイズ感でかけていってるのかなぁと思う。なんか40センチ50センチはね、はい、いっぱい釣れちゃうんですよ。それをこの100グラム近いルアーで避けて避けて、食わせないように食わせないようにして、そうですね、後ろをついてくるけどなかなか使わないランカーに、はいはい、そうするとなんかあれ、なんだ、あいつらなんか、はい、追ってんな、みたいな感じで、はい、でかいの、ドーン、みたいな。ちなみにでも、グリッチもなんか最近すげえでかいの釣ってるじゃないですか、グリッチのね、このシャローでの、この、ハイギアで、早巻きで、ゴーンがね、めちゃくちゃ気持ちいい。あれも80何本か釣れてるんですよね。あれ80毎回釣れてます。毎回釣れてます。毎回釣れてます。ちょっとトップに反応ないなーって時に、ちょっと巻いて、ぐーってやるともう、ゴーンって入ってくる。グリッチのビッグはもう全部売り切れちゃったんですか？ああ、売り切れたんで、もう一回塗って。ああ、ブランクはまだ、あ、よかったよかった。店頭に並んでます、また。そう、こっから、そう。トップが出ないときどうしようってときにそのパターンがあるんだっての聞いて。そうです、またそれでグリッチビッグでやるとまたサイズを、はい。落とすことなく、はい。いいサイズばっかりが今後入るんで。泳いでるレンジがいいんですかね？何なんですかね？そんな。あとすごくは、でかいじゃないですか、太鼓があって。はい。はい、太鼓ありますね。ピラピラ、ピラピラ。はい、あれの、高速で、やってんで、なんだあいつ、群れからはぐれて逃げてんぞ、みたいな、イメージなんですよ、ね。はい。これで、ボーン入るんですよ、ね。ああ。小倉さんは、あれは、ディスタンスシューターです。ディスタンスシューターです。やっぱり、しなりが面白いんですよね。ああ。竿の。しなって、しなって、ドンと乗せて。はいはい。あれでやっぱ809とかかけるともう本当に、はい、楽しいやん。すげえ動画だな。ギュンギュン引っ張られて。なんだこの動画はと思った、船際で、ダーンって。はいはいはい、そんな感じなのっていう。そうなんですよ、ね。そんな感じで80って釣れんのと思って。で、やっぱりこのシャローの極意としては、はい、このボートでこのスタイルなんです。立っちゃいけない。立たない。はい。このやっぱり人間のこの気配を消す。はい。はい、このね、パラシュータンカーで横に流しつつ、うん、これで多分、アルミでこう立って釣りしたりとかすると、もう近くまで来るやつが、その手前でもう U ターンしちゃったりするんですけど、あれ気配消してるからここまで来るんですよ、船際ので。いや、俺、通常の感じだとなんかこんな、今立っちゃいそうですね。だから、やっぱオールドトップウォータースタイルというかこの方。これね、オールドトップっていうよりはね、こう、もうシャロー釣るにはもう理にかなったやり方なんですよ。必然でこれなんですね。牛久沼とかでもブラックバスとかでも、アルミで、ハンドコンで、静かにポチャンと落としてっていう。はい、足の子とかでバス釣ってても、はい。やっぱ立ってる人に聞くと、うん、結構10メートル以上向こうでバス U ターンするって言うんですよ。ああ。これ結構船際までバス来て、船際でやっぱり、はい。バス釣れたりするんで。H1 でなんか桟橋のそばでなんか釣りまくって、じゃないですか。はいはいはい。結構、うん、ほんと至近距離まで。そういう技なんですよ。はい。忍びのごとく。もう本当になんか、止まってる、桟橋に止まって、係、はい、留されてる船に化けるような釣りですよね、あれは。動き回らない。係留化けの術。バスもね、賢いですからね。はい、で、やっぱり、ああ、なんで人間が操ってんだっていうのが分かっちゃうと、はい、なんかもう熱が冷めちゃうみたいな。で、今すごい短時間だけ釣りして一番感じたのが、俺のって立ってバンバンってアクションさせる前提で、これすごい硬い竿なんですけど、マグナムシューターですね。わかる？このスタイルだったらこのデジ巻きプラスちょっとの穂先の操作でそんだけ首振る
その竿ってやっぱすごいなと思って。とにかく楽したいんですよね。硬い竿って、はい、一見こう動きが良さそうに見えて、はい、俺からするとやっぱパンパン跳ねちゃってるんですよ。ちょっと跳ねすぎ。はい。はい、いや、しかも今疲れてます、ね。そうなんだ。はい。昨日の疲れも。昨日の疲れも。しかも俺ほら、連日やっても全然平気なんですよ。投げるのもこうやって、ね、テイクバックすれば、竿がこうやってギュンって曲がってくれるんで。竿の曲がりで、ギューッただ戻すだけで。100グラムがまっすぐ飛んでいくだけで。で、小倉さんもうほんと、軽やかじゃないですか、なんか。そうですか？いや、軽やかなんですよ。ミュー姉さんやばかったんですけど、もうなんか、竿、あれ動かしてないんじゃないかぐらいになんか、なんかどうやってアクションしてんだろうって見たら、本当はデジ巻き。そうですね、デジ巻き。で、パッ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 ってすごい首振らして、それが一番バイト出てたんで、すげえ技だなと思って。そうそう。みゆ姉さんのアクション特集とかも、撮りたかったんですけど、なんかもう、自分も、俺も釣んなきゃってしゃかり気になっちゃって、それ撮ってなかったんですけど、一回振ってもらいたいですね、それ。一回、そうなんですよ、マグナムシュータープラスオグペンでやった時のこの、マッチング感というか、ベストマッチ感をみんなに。楽っすもんね、投げるのは。力が本当いらないんで。そう。なんか楽なんですね、体が。まあ、俺借りた時間ぐらいしか投げてないけど、やっぱいわゆるこういう感じっていう感じのでやるとちょっと疲れるっていうか乳酸溜まってくるんですけど、乳酸溜まって言ってましたよね、昨日ね。俺ずっとやり続けてたでしょ。小倉さんとミュー姉さん、え、何の話みたいな。やっぱそうタックルの、やっぱタックルって大事っすよね。大事だ。バランスってね、なかなかそうは思ってても竿まで作る人っていないじゃないですか。で、やっぱり今通販とか多いから、竿を試せることができないですもんね。はい、はいはい。まあ投げれはしないけど、ぜひ浅草のラインスナック行って、まあでも、この感じ。ね、オグペンつけてこう振りかぶるぐらいは全然できるんで、はいはいはい、あ、こういう曲がりなのね、うんうん。なんか、それでもお店で触るとなんかちょっと、本当柔らかい印象に感じちゃうかもしれないですけど、はい、魚かけてからのあのミュー姉さんの絶対バラさない追従性というかしなやかさというか、赤目を釣りまくってる私たちが赤目になって赤目の引きを演じてあげますから、はい、こんな感じだよこんな感じで引きますみたいな。探せばあんのかもしれないけど、本当24トンカーボンでグラスコンポジットして、とにかく巻物に特化したというか、巻物は俺あんまりこれ使わないんで、ペンシルしか。まあまあ、小倉さんはまあトップしか投げないですけど、絶対大きめクランクとか。あ、そうだね、やってみればね。俺なんかだったらグリッチビッグもこれで。おお、すげえ。すげえ。早く投げれ、早く投げれ。あ、追ってた、追ってた。早く投げれ、早く投げれ。そこほらちょっと鏡になってるから、はい、この鏡のこの境が、おしゃべりしてたら大爆発が入りましたよ。いや、いいバイトでしたね、今。釣れちゃいますね。いや、ちょっと田中さん行っちゃうんじゃないですか、これ。もう今日は小倉さんにこのビッグトップの極意を全部聞き出すっていう。いいね。いつもお店でね、はい、しゃべくってっからさ、現場がいいね、やっぱね。現場で聞いちゃう。しかもこの感じがいいでしょ、これ。最高っすね。最高だよね。このいつもほら立ってさ、はい、ボートから見てるあの景色と、はい、この座ってる、はい、ジョンボの景色ってまたこの違うでしょ、この低さといい。これで巨大シルバーって言ったらどうすればいいんだ。いや、それが楽しいんだよ。水しぶきバンバンかかってさ。初体験。さっきももうこれでほら、おーっつってこう上げたけどさ。はい。はい、これが楽しいのよ。網は、はい、基本使わないっす。はい。なぜかっていうと、はい、地合いが短いんで。ああ、網から出したりとか。うん、あと、やっぱり、魚体痛めたくないんで、はい、ちゃんと無事に産卵してもらいたいんで、はい、基本、はい、もうオグペンはもう外すのめんどくさいんで、お尻のフックはもう、はい、フックレスですね。は
こういう状態。それでボンボンに釣ってますもんね。すいません、俺まだ耳ちんで3本針に釣っちゃってますけど。来年はどこ行こうかなーなんて考えながら、こう、いいっすね。こうやってぽやーんとでかいドラを投げて、今年の思い出を振り返りながら。そうそうそう、いや、今年はなんて言ったって、やっぱりこのね、タックルでやっぱ赤目でした。赤目でした ね、 ね。今年すごかったっすね。半端なかったっすね。うん。一遠征であれ8本釣れたんですね。はい、はい。しかももうオグペンだけですよ、ね。このタックルっすね。はい、もうトップウォーターのみ。そう、いや、俺はあんまり詳しくないからわかんないけども、そういう世界なのっていう、もう。いや、ほんとね、今日は、今回ほんとね、爆裂しましたね。いや、もっとごつい、強い竿で、なんだろうかな、ビッグベイト、なんか水中のビッグベイトとかで狙う釣りなのかな、なんていう勝手な印象だったんですけど、やっぱり僕はね、トップで釣りたいんですよ。はぁ、釣れちゃうかな。とりあえず竿が折れても糸切れなきゃいいかなって。はい、はい。糸はもう超極太のやつ入れて、はい。はいはい、でもやっぱ竿も折れないし、普通に上がってきたし、オグペンも、針もね、太軸とかそういうのに変えることなく、このタックルで、はい、やっぱあの、こう曲がるんでちゃんと、はい、針も伸ばされることがちゃんと取れたんで、あ、全然このタックルでいけんだなぁ、はい。これなかなか、みんながみんなはできないだろうけど、なんとかこれ体験してもらいたいですよね、そうですね。100グラムの、およそ100グラムのトップウォーターで、巨大魚が。今、バスなんかトップ出るの大変じゃないですか。そうです。なかなか、ね、難しいんですよ。本当に今、シーバス、最高に楽しい時期なんで。はい。この時期だけしか俺やんないんで。なんか、ラインスラック、なんかシーバスとか赤目になっちゃったのって思われてる方いるかもしれないですけど。はい。今しかやんないですからね。はい。シャローに巨大魚を刺してくる。バスですから、俺は。はい。はい。バス人間なんで。はい。アイラブバスですから。はい。小倉さん、バス、一転したと思わないでください、皆さん。小倉さんは。違うんですよ。みんなにやっぱりバスやってる人って、はい。すごいトップウォーターだけでも、はい、ルアーの種類、すごくいっぱいいろんなの使うじゃないですか。はい。だから、なんかシーバスしかやらないよ。はい。なんかしかやらないよっていう人よりは、全然うまいですから、はい、釣りが。だから、いろんな魚に、俺はチャレンジしてもらいたいんですよ。はい、これがめちゃめちゃ楽しいと思う。だから、この時期は、このビッグトップで、シーバスを釣るよとか。はい、そうすると、やっぱ、こう、ね、年末っていうか、年末前までは、クリスマスぐらいまではこれで楽しめるじゃないですか。はい、いやー、今年最後にいい釣りしたなー、みたいな。ドカンと80釣ったぜ、はい、90釣ったぜってなるわけじゃないですか。で、年を越せるわけ。年を越して、うん、よし、春になった、よし、トラウトの解禁、ミノーイング行くぜ、はい、ね、やって、はい、で、ちょっとバスのスポーニングの時期はね、しっかり産卵、はい、バスしてもらうために、はい、ちょっとチヌに遊んでもらって。ちょうどそうですよ、その時期がチヌですよね。そう、うん、だからちょうどバスが産卵からアフターに入る頃がチヌで、はい、で、アフター明けでちょっと体力回復してきたかなっていう頃に、バスが俺の場合始まる。はい。はい。いやー、来年は、どちら、琵琶湖とか行っちゃうんですか？いやー、どこにバス行くかはちょっとまだわかんないですけど、はい、はい。やっぱりね、バスが一番好きなんで。はい。ゴールデン大爆発まで、ゴールデン大爆発まで、オグペ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 ン大爆発まで。